片岡一郎は、日本の活動弁士、男性声優、バイオリン演歌手である、エコーズに所属、イエローテールに声のみ預かりしている。1977年11月15日、東京都に生まれる。高等学校に入学と同時に演劇を始め、日本大学芸術学部演劇学科に入学、在学中に演劇の舞台を演出、戯曲も手がける。 2001年3月、同学を卒業する。2002年2月、松田映画社の活動弁士、沢登みどり緑に入門、同月、活動弁士としてデビューする。以降、同社が主催する、無声映画館一紹介には、レギュラー出演にし、同年、東京、池袋の新聞芸座で行われた、坂東つまさぶろう主演作を上映する、番妻映画祭、2004年、 同館で行われた日本映画検証5名賞小津安二郎で映画説明の舞台に立ち2005年には東京阿佐ヶ谷のラピュタ阿佐ヶ谷で行われた斎藤寅次郎生誕100年映画祭では現存する数少ない斎藤寅次郎監督のサイレント作を説明した同年10月30日に公開された雪貞勲佐監督の春の雪には 活動弁士役で出演している。その一方で、バイオリン演歌誌の福岡歌人に,にも支持し、2006年8月、バイオリン演歌誌としてもデビューを果たす。2007年7月、クロアチアの元文で毎年開催されている、元文映画祭に招かれ、絹笠ガ之テスケ監督の、共通第一ページの映画説明を、オーストリアの無声映画伴奏者ゲアハルト・グルーバーの、 ピアノ演奏と共に披露する。片岡による日本語での映画説明にはクロアチア語の字幕が付された。2008年4月、ドイツフランクフルトで開催された日本コネクションに招かれ、共通タイページを上演した。2007年、2008年、2009年、2010年、2011年、2012年。ありがとうございます。